インコース17番ホール369ヤードのミドルホールになります。さあレイカプロ、ここどんなホールになりますか？はい、ここは左に行き過ぎると池もあるし、右側崖になっていて、はい、フェアウェイもあの上の段と下の段があるんですけど、そうですね、上の段の方が平らなんですよね。ただ池があるんだよね。そうなんですよね。だからそこをどれだけ攻められるかっていう、で右に行くとコブがいっぱいあると。コブいっぱいあります、はい、まあ、ティーショット次第でどんな風に攻めるか、はい、では上澤さんのティーショットをお願いします。チャス。よいしょ。ナイスです。ナイスです、ナイス、はい、下落っこっちゃったな。兵頭さんはどちらですか？左です。左、はい、池からスライスがかかればいいと思ってます。はい、あ、左だ。これはダメですね、うん、落ちたな。ちょっといっちゃいました。はい、いっちゃいました、はい、まあ、失敗です。あるんで、はい、じゃあレイカプロお願いします。ナイスショー。ナイスショー。これはバッチリじゃない？はい、うん、ナイスです。はい、ナイスです。はい、じゃあいきましょう。さてアマチュアチームは右コースだいぶ下まで落ちちゃいましたね。残りが、上りレート165。上澤さん、じゃあ行きましょう、はい、おー、いいでしょ。いいですよ。でかいか、でかいな。ナイスです。ナイスです。ナイスです。素晴らしい。いや、いい当たりしますね。さあ兵頭さん行きましょう。はい、登れ登れ登れ。大丈夫、上澤さんのボールがあります、うん、はい、はい、ナイスです。はい、ありがとうございます。さあそれではレイカプロのセカンドになります。上り入れて80ヤード。はい、はい、こうグリーン難しいからなるべく近くにね、はい、つけたいですね。あー、いいね。いやー、ちょい右。これが左に流れてこい、流れてくるんじゃないかな。いや、どうかな。ちょっと右すぎた。はい、ね、上澤さん止まってたと思ったんですが、ちょっと奥まで転がっちゃいました。そうですね。うまい。わあ、すごい。うわ、止まんねえか。止まんないな。うん、いや、でもナイスです。ナイスです。ナイスです。じゃあ兵頭さんは確実にパターで、はい、上澤さんより中に入れたいなと思っております。そうですね。こうこう、うわ、全然だ。切れてく、弱いのか。あー、すごい傾斜。あれ、すごいですね、すごいですね。いや、面白いグリーン。では決めてください。はい、レイカプロのバーディーパット。いいでしょう。きたー、ナイスバーディー。いや、すごいな。ありがとうございます。ナイスバーディー。気持ちいいね。気持ちいい。ナイスバーディー。じゃあ上澤さん最後しっかり。うわー、俺も打つようだ。じゃあ上澤さんそれ入れちゃいましょう。
これ俺入ったら王様？わかんないです。レガちゃんこれ入ったら王様？かもしれないです。かもしれない。二人とも確定がないです。ねえ、言ってくれれば入るのに。ああ！王様は取れないかも。基準がいいです。王様の階段のコーナーです。今回は冬でちょっと芝が薄くて、でも転がしていくアプローチなんですけど、まあ、できるだけアマチュアの方でもミスがないような打ち方をやりたいと思います。どうですか、ここら辺のアプローチ。あ、すごい苦手です。苦手ですか、はい、じゃあ一回お願いします。今みたいな感じで、はい、ショートが出るときって、はい、転がすに対してフェースに乗りすぎちゃうのと、ローポイントっていうボールに当たるポイントがちょっとボールよりも手前になっちゃうので、私が一番なんて言うんだろう、小さい頃から心がけてることがあって、ダフるの怖いじゃないですか、はい、やっぱり芝が薄い時に、はいはい、でなんかダフっちゃいけないっていう思考自体が良くなくて、うん、こういう時ってダフボールの先をダフらなきゃいけないっていう考え方に変えるんですよ。だからそうするとローポイントが先になるので手前にダフるっていうミスがまずなくなる、うんうんうん、でそのローポイントをボールより先にイメージすることによって入射角が一定になりやすいので、うんうんうん、ショートしすぎたりオーバーしすぎたりっていうのが結構減っていくんですけど、はいはい、ちょっと一回やってみますね、はい、こんな感じなんですけど、ボールより先にちょっとターフが取れる感じです。ボールより先をイメージですね、はい、ボールの先をダフらなきゃいけないっていう考え方に変えて、はい、うん、コンタクトが全然いいです。どうですか、あ、全然違います、うん、いいですよね。ボールにこう力がボールを乗せていく感じがします、はいはい、そんな感じでやってもらえると、はい、今軌道も勝手に綺麗になったんですよ、うんうん、その意識をローポイントのイメージを変えるだけで軌道も良くなるので、ローポイントですね、はい、ボールの先をダフらなきゃいけないっていう、はいはいはい、そうすると一定に入射角も、はい、揃ってくるのでやってみてほしいです、はいはい、ありがとうございます。ありがとうございました。